石造りの町にはですね、大量の木材が、材木が絶対に必要なんですね。だからこんな豊かなですね、材木を見逃すはずがないんですよ。宮崎吾朗監督というのは建築の専門家なんですよ。石造りの町には材木が必要だということを知ってるはずなんですよ。でこれはもう、自分のイメージを優先しちゃったんでしょうね。未熟パターンでですね、まず単純ミスというかですね、手抜きからいきましょうか。手抜きシーンですね。ゲド戦記は、ゲドという誠の名を持つハイタカというやつが、主人公じゃなくてサブキャラなんですね。でそのハイタカが、ホートタウンというですね、港町の近くに来るシーン。船に乗って、で、船をですね、砂浜によいしょって押し上げます。で、よいしょって押し上げて、次のカットで見ると、船が砂浜にめちゃくちゃもう乗っかってるんですよ。で、これは、砂浜にですね、押し上げるときにですね、ハイタカはですね、ちょっと僕を映してください。すいません。あ、そう。ちょっと押してるだけなんですよ。砂浜に降りて船をですね、2秒ぐらい、よいしょって押してるんですよ。で、ところがですね、カットが変わるとですね、砂の上にめちゃくちゃ乗ってるんですよね。で、これはアニメーターが手を抜いてるわけですね。いわゆる絵コンテでこういうふうに指示されてるときは、船がこの全体2メートル以上ですね、3メートルぐらい砂浜に上がるぐらい力強く押す演技っていうのをしなきゃいけないのにですね、アニメーターが監督のことを舐めて手を抜いたわけですね。だからここで軽く押してそのまんま船が乗ってる演技になるということなんですけども、これは単純ミスです。で、こういうですね、カットがあるのが気になる。で、次にですね、単なる無知か、不注意です。今、潮が引いたということありますけども、このシーンからこのシーンまでの2秒の間で潮が引くはずがないのでですね、却下です、潮が引く。次にこのシーン、ゲドがですね、この砂浜から上がっていくと、おお、もう文明は滅びていくなという感じでですね、砂丘の上で巨大な船が乗り上げています。砂丘に放置された巨大な船の残骸で、かつて貿易はもっと大規模で海は豊かだったというですね、表現だと思います。しかし、後に出てくるですね、ホートタウンというのは石造りのローマ建築なんですよ。で、石造りの町にはですね、大量の木材が、材木が絶対に必要なんですね。で、ローマ帝国が滅びた原因の大きな一つはですね、ヨーロッパすべての森林を伐採し尽くして、すべての材木を使い尽くして、材木不足で滅びたというのがあります。なので、こんな豊かなですね、材木を見逃すはずがないんですよ。奴隷狩りをするんだったら、それよりもここに来てですね、材木狩りをした方がよっぽど儲かるはずです。この程度の船はですね、1週間ぐらいでなくなりますですね。で、宮崎吾朗監督というのは建築の専門家なんですよ。建築の専門家だから、このローマ帝国が滅びた原因とかですね、石造りの町には材木が必要だということを知ってるはずなんですよ。で、知ってるのに、もう、このミスに気づかないのは、これはもう、自分のイメージを優先しちゃったんでしょうね。だから自分のイメージを優先しちゃって、見てる人間が気づかないと思ってこうやったんですね。で、3つ目ですね。3つ目の未熟さはですね、イメージ不足です。これですね、王が側近のこのじいさんからですね、この世界から光が失われていくっていうふうに言われてるところへ、こう使いの者がやってきて、大変です、竜が現れましたっていうふうに言うんですね。で、竜が人間世界に現れるとは、とこの世界からますます光が失われて黄昏の時代が来ている。で、こうカット変わって、これじいさんのちょっと横のカットをアップにしてみたんですけども、この後ろの窓ですね、をクローズアップにすると、後ろの窓をクローズアップにするとこういうふうになるんですけども、細かい細工のですね、ガラスがあるんですね。で、これ宮崎駿だったら絶対に後ろのガラスの色が変わってるんですよ。せっかく手前でこの世界から光が失われていく、黄昏の時代が来たのじゃと言ってるんですよ。言ってるんだったらゆっくりこのガラスが赤く染まっていかなきゃダメだろうと思うんですね。で、その赤く染まっていくのを分からせるために、
このガラスのアップを見ると、この細工ガラスっていうのかな、模様が細かく入ってるガラスなんで、一斉にこの模様がじわーっと変わっていくというですね、絶好のチャンスなんですよ。早尾だったら絶対に見逃さないチャンスをですね、この五郎監督はぼんやりとこの同じ調子で光りっぱなしにやっちゃうんですね。だからものすごいここ見せ場になったはずなのに思いつかないんですよ。以上3つのパターンですね。